はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学43日目やってまいりましょう。今日のテーマはこちらです。親密な関係を作るということですね。はい。また人間関係の話なんですけれども、今回はカップルや夫婦とか親友やビジネスパートナーっていう風に、まあ、人間関係ってありとあらゆるところでつながりを持ってますね。で、今日は特に男女の関係っていうところに潜り込んで、そのいい関係性を作っていって、さらに深掘っていくにはどうしたらいいのかっていうのを紐解いていきましょう。はい。まあ、ちょっとエロティックな話が今日はふんだんに膨らまれてますが、まあ、エロは世界を救いますから、はい。頑張ってまいりましょう。ということで、セラピストのデイビッド・シュチーナさんという方がいらっしゃいます。で、その方が夜の営み、まあ、これちょっと直接的な言葉を使うとバンされるんで、夜の営みについて言及をしていきました。で、何かっていうと、年齢を重ねるごとに営みは良くなっていくって指摘をされてるんですね。で、実は営みに関する潜在能力、まあ、ちょっと難しいんですけどね、潜在能力って何ってことなんですけど、実はね、50代60代が最高なんらしいんですよ。はい。ね、ちょっと僕も年齢こう今から倍重ねていかないとたどり着かない年齢なんでね、どうなっていくか楽しみなんですけど、でそれに関しては実は新しい相手とするよりも、まあ、何十年も連れ添った古き良きパートナーとする方がはるかにいいっていう風に言ってるんですね。で、常識的に考えるとなんとなく真っ向から対立する気がしません？うん。で、65歳よりも25歳の方が性的な刺激には当然敏感ですし、なんかね、30年一緒にいるパートナーよりも、まあ、セクシーな人とかイケメンな人とのワンナイトラブの方が興奮度も高まるような気はするじゃないですか。ね、3文字の性から始まるで霊で終わるやつですよね、とか。ところが最高の営みっていうのはその肉体的な反応ね、何かが硬くなったりとか何かが溢れ出たりとかしまくるっていうものような肉体的な反応だけじゃなくって、心と体の両方が合わさって最高のワーになるっていうふうに言ってるんですよ。で、ここからシュチーナの主張になるんですけれども、生殖適齢期、要は子供を作るために最もふさわしい時期と性愛適齢期、まあ、大人のエロティシズムと感情、つまり肉体的な満足と感情的な満足のつながりですね、っていうのは、性愛適齢期っていうのは年を取れば取るほど成熟していくもんだっていうふうに言うんですよ。だから20歳の営みは浅いと、もう60になって極められるんやみたいな感じなんですね。で、営みを通して本当に深い性愛を感じたのであれば18歳は健康な、まあ、ここ結構重要なんですけどね、あの体力使いますから、健康な60歳にはかなわないんですよ。で、人間は成熟にするにつれて、より深い営みと性愛を感じることができるっていうふうに言ってるんですよ。まあ、確かに、60歳って、まあ、仕事で言ったら引退の時期ですから、肉体は確かに年齢とともに衰えているというふうには言えるんですけれども、50歳の体では、ね、20歳の時にできたことっていうのは、できないかもしれません。特に男性側ですよね。もうぎっくり腰とかになっちゃいますからね。ところが、とはいえ、営みを肉体的快楽だけのもの、まあ、三大欲求の一つだと思って、ただ単だやってたとしたら、心と体が合わさった営みっていうのを理解できないで、衰退型思考に陥ってしまう可能性があるっていうふうに言うんですよ。まあ、それぞれ一体何だっていう話なんですけど、まあ、私の以前の動画を見ていただいたら、発展型思考とか固定型思考とかっていうのは出てきたので、またそちら見てください。ね、発展型思考の人っていうのは、営みを時とともに、要はお互いが成長していく、年を重ねていくごとにいいものだっていうふうに考えますし、固定型思考っていうのは20歳の営みだろうが、60歳の営みだろうが、いつまで経っても変わんないよ、刺激は、と。満足は、と。で、衰退型思考っていうのは、営みを重ねていっても、年を重ねていってしまえば、だんだん悪くなっていくと、良いものじゃなくなるよっていうふうに言うんですよね。で、この衰退型思考っていう考え方が、パートナーを窮地に陥らせてしまって、あとは、破局っていうもの結果を迎えてしまうということなんですよ。うん。はい。なので、ごめんなさい。戻りすぎた。なので、今日の問いかけとしては、
あなたがもしパートナーをがいるとすれば、どんな関係を今作ってますかね。スキンシップ取ってますか。手をつないだり、キスをしたり、頭を撫でたり、腕を組んでみたりとか。で、その行為自体が拒んでしまったり、あるいは拒まれてないでしょうかね。で、取っていたとして、それは単になんか儀式的にやってるんじゃなくて、深い愛情を持ってやってるでしょうか。はい。結構これを言われたらね、もう熟年だろうが付き合い立てだろうが結構クサクサってくる人多いと思います。で、他人の関係に学ぶっていうのが今日のワークになっていくんですけれども、長期的にいい関係を続けているカップルに、まあ、話を聞きに行きましょうということなんですよね。で、両親が離婚していれば、両親が離婚していなければ両親に聞くっていうのもありです。で、こんな質問を、まあ、一つ例として聞いてもらったらいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、関係がうまくいっている理由は何ですか。で、二人の関係がどんな風に、あなた、このあなたっていうのはその聞く対象の人たちですね。自分自身じゃないですよ。あなたを成長させましたか。で、二人の間の争いごとにどうやって対処しましたか。で、健全な関係を育むアドバイスは何かもらえないでしょうか、などなど、ちょっと聞いてもらえたらと思います。で、これに関して聞き出せたことっていうのをメモしておいて、自分のパートナーとより関係性を深めるためのヒントとして、まあ、存分に生活で活かしていただけたらと思います。でね、今日のワークとしては単にインタビューしに行きましょうっていうすごくシンプルな話なんですが、ツイッター界隈でよく見る話なんですけどね、なんかこういうツイートとか見たことあるんですよ。彼氏を作らない女子が友達とかに、彼氏作らないのって聞かれて、で、その子、その彼氏作らないのって聞かれた子が、うざいなーって思って、その時に言った返答っていうのが、いやー、周りにこういうカップルになりたいなーっていうのがいなくてーっていう返答をするんですね。で、考えられるのは、二つなんですよ、ここから。そもそも彼氏作りに興味がないと。まあ、別に彼氏なんかいらないし、まあ、逆も一緒ですね。彼女なんか別にいらないしっていうことであれば、まあ、それは全然問題ないと思うんですよ。必要のないものに時間を割いたりとか、力を注ぐ必要もないので、自分一人の生活が楽しいとか、友達と一緒にいる方が楽しいって思ってるんだったら、まあ、別に軽く流したらいいんじゃないかなと思うんですよね。ところが、実は彼氏、二つ目のパターンですよね。彼氏作る気、彼女作る気あるのにその発言をしているっていうことであったとしたら大問題ですよね。まあ、パートナーを作るっていうのは、なんか周りにこう、憧れのカップルがいるからとかっていうふうに、まあ、なんか他人次第で作るようなもんじゃないじゃないですか。その人自身がパートナーを作りたいかどうか、彼氏彼女作りたいかっていう問題なんで、どこかっていうのは自分次第なんですよ。で、こういう言い訳するタイプなんですね、結局。自分がモテないとか、モテるための行動取ってないとか、アタックしてないとか、そういうことになるんで、こういう言い訳するようなタイプっていうのは、パートナーにしないように注意をしましょうと。ね、こういう女子がいたら、ああ、残念だなって思った方がいいと思います。で、まあ、そもそもね、作ることが、こんなこと発言するのに、その作る気があるかないかに関わらずね、もうなんか作ることができそうなタイプじゃなさそうな気はしますけどね。はい。ということで、最後に。まあ、営み以上にね、実は関係を深くできる行為っていうのがあります。それは、情熱的なキスなんですね。キスの数が減るカップルっていうのは、実は営みが減るカップルよりも、破局とか離婚をするパーセンテージが高いっていうデータがあります。なので、お出かけ前やお休み前の軽いチュっていうのが、今以上に関係性をより良いものにしてくれる魔法となりますので、営みまでちょっとするのは、体力的な面でしたいな、気持ちはしたいけど腰がとかっていうね、男性とかいらっしゃれば、その代わりにキスをぜひしてみてください。そうすれば、今以上により良い関係性を結びつけていくことができます。ということで、本日の動画は以上となります。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。